藤田健一1月5日から1946年3月12日は日本の実業家。日本商工会議所初代会頭、貴族院議員を務めた。青森県弘前市に武将赤市前頭の末裔で津軽藩士だった父赤市英吉、カートモの次男として生まれる。5歳の時に親戚の藤田昭三郎の養子となり、藤田生を名乗る。塾を中退。 1891年に上京し、東京、神田駿河台の明治法律学校に入学する。法学博士、熊野慶三の書生になる。同学を卒業し、大倉賞に入賞する。1901年に大倉賞を辞し、翌1902年、天狗タバコで知られる、岩谷松平の岩谷紹介の支配人となる。岩谷の個人商店だった。 岩谷商会を会社組織化し、専務理事となった。1904年の専売制実施の際、政府による同社の買収金額を莫大なものとした。1909年5月に東洋製園に入社、取締役となり、再建に尽力。翌1910年には同社を台湾営業と解消し、専務取締役に就任し、鈴木商店顧問となった。 1912年9月10日、映画会社4社統合による日活設立の温度を取り、後に同社の社長となるほか、堤康や次郎に招かれ、千ヶ滝遊園地、箱根土地の社長に就任、東京家織専務取締役、広島ガス電気社長、そのほか、多くの会社の代表や取締役を歴任、育営事業を手掛けるべく、東京に富士体育営社を創立する。 1926年、53歳の時、藤山ライタ、佐志田義雄に次いで、東京商業会議所の第3大会頭となる。1928年、55歳の時、日本商工会議所の初代会頭に就任、同年4月4日、貴族院直選議員となる。また、国際労働会議に資本課代表として出席している。同年、 八千代生命保険の小原達明が帝国火災保険の社長を退陣、藤田が代わって社長に就任している。1929年11月6日、売り軍事件で商軍局総裁店、岡直義に5000円を送ったとして、召喚収容されるが、即日釈放される。1935年9月28日、大審院で上告が棄却され、藤田に、 懲役3月の判決が確定する。同年10月4日、貴族院を除名となり、政界を引退する。1946年3月12日に死去。満0 7 3歳没。ありがとうございます。